2021年京都で100店舗以上のラーメン店を食べ歩いた記録になります。よろしければ最後までお付き合いください。パート6、はじめのお店は京都市北区にあるたんぽぽさん。こちらではチャーシュー麺を注文しました。ビジュアルがとても印象的なこちらのラーメン、真っ赤に染まったスープに中央の大量のネギ。スープは見た目より辛くはありませんでした。背脂ちゃっちゃ系の少しピリッとする醤油スープ。チャーシュー麺を頼むとこちらの肉厚で少し甘みを感じるチャーシューがネギの中に大量に入ってます。麺はストレート中細麺、背脂の甘みと一味の辛さが絡みとても美味しい。さらに辛いラーメンがお好きな方は卓上の辛みを入れるとより一層コク深い辛さがいただけます。見た目のインパクトでは分かりづらいのですが、このお店チャーシューがめちゃくちゃうまかったです。続きまして、京都市左京区永山電鉄元田中駅から徒歩3分、麺屋ともさんです。こちらでは塩ワンタン麺を注文いたしました。鶏ガラと野菜、昆布と削りガツオのとてもあっさりとしたスープ、心がほっこりとします。麺はストレート細麺で、あまり主張はせずにあっさりとしたスープをいただくための具材の一つ。ワンタンはプルプルで、中の具材の味もスープに絡めることでより一層美味しくいただけます。卓上の昆布椎茸がいいアクセントでした。次、京都市伏見区京阪丹波橋駅から徒歩20分、ラーメン銀閣さん。こちらではラーメンを注文。京都伏見で昔から愛され続ける豚骨ラーメンの銀閣。お店の前を通ると豚骨のいい香りについつい店の中へ入ってしまう。スープはくどくなくあっさりめの味。麺はストレート細麺で、豚骨スープがよく絡む。具材はシンプルにチャーシューとメンマとネギ。650円ととてもリーズナブル、かつ美味しい一杯。豚骨のいい香りにつられてまたお店に入りたくなる。続いて、京都市南区の福永さん。こちらでは宇宙一の混ぜそばを注文しました。こちらの混ぜそばはまず一番に具材がもりもりで、とても食べ応えがあります。そしてその下の麺を持ち上げると、これまた味が尖っていそうな色。この具材と麺をよくかき混ぜて食べるとめちゃくちゃ美味しい。チャーシューも肉厚でとてもスパイシー。卓上の辛味ニンニクを入れるとさらにワイルドに。見た目通りに味は濃いのですが、具材の旨味もありいい塩梅に。宇宙一の名に恥じず濃厚でジャンキーな一杯でした。このパート最後は京都市南区近鉄東寺駅から徒歩5分、ラーメン味くんさんです。こちらではラーメン並みチャーシュー増しを注文しました。スープはあっさりとした醤油ベースのスープ。麺は中細麺で、小麦の風味が良い麺。そしてこのお店チャーシューがとてもうまい。口の中に入れるとチャーシューが自然とほぐれ、旨味が一気に広がる。脂身の甘さがなんともたまりません。卓上の辛味とニンニクも入れて旨味を足していく。後半はチャーシューの脂が溶け出し、スープがより一層美味しく感じました。京都ラーメンの中でも私が特におすすめする一杯です。最後までご視聴ありがとうございます。京都で気になるラーメン店がある方はコメントください。できる限り行ってきます。